君遠く光る月明かりの中溺れる体感乱れて抜け出せない助けて。あなたが見せてくれるこの世界のすべて私は一人じゃない。あなたがいるその瞳が私を救い出した孤独からこの世界全てに感じる今の二人の絆は誰にも壊せない。僕は君にふさわしくない。僕は醜い人間だ。両親を亡くした人が醜い人間よ。まあ様です。違います。違いますよね。違う違う違う、ね、浦井さん。あ、やめて。まあちゃん、まあちゃん、まあちゃん、けんちゃんです。はい、で、で、ねねちゃんはねねちゃん、ねねちゃん、ねねちゃん、みさちゃん、みさちゃん。はい、私はマーネーと呼んでます。かわいいね、ミサタンね。仲良しです、はい、そうですね。その稽古中はまだ在籍してたんですけど、まあ、4月で卒業して、そうですね、でも特にその卒業したからどうなんか大きく変わったとはないんですけど、気持ちとしては卒業後の一作目で、それが日本で初ということとかもこう重なって、新しいスタートみたいな感じで、頑張るぞという気持ちでいっぱいです。ねねちゃん、いや、もう遥か昔。そんなことはないの。なのであれですけど、でもなんか卒業した時とかのそのなんだろう、感覚とか、その次の違う世界に飛び立とうとしてるみさちゃんを見て、なんかすごい懐かしいというか、自分もこうだったのかなとか、あの時の感覚とかがすごいちょっと蘇ったりして、すごい刺激をもらってます。もうそうですね、私も卒業、まあ、2年ほど前にしたんですけれども、なんかすごい新しい世界にこう一歩踏み出す時、すごくワクワクしていた思い出があるので、なんか今みさちゃん見てると本当そのなんだろう、もう輝かしい未来へ突き進むぞみたいな、すごいエネルギーが出てて、すごく私も刺激を受けてます。そうです。でもねねさんは同じ出会い役ということで、もう稽古の時からその卒業して、もう自分自身になったら本当にまあ自由だし、思いっきり今までこうグループの色とか考えてたかもしれないけど、自分の色をどんどん出して
行って大丈夫だよってアドバイスをくださったりとかしてて、今浅香さんもおっしゃってくださったので、そのエールを受けて、私は初日は明日になるんですけど、今日私も初日という気持ちで頑張りたいなと思います。